チャドさん、はい、よかった。マジ強かった。マジでよかボーカル俺やまでよかったんだな。マジ。曲中でですね、三陸親子よ、頑張れって言ってましたけどね、ちりめん両者は三陸にもおられるんですよね。東日本大震災の。だからやっぱり。漁業関係者としてですね、その一木のちりめん漁に勤しむ方々もですね、やっぱりあちらの方々を応援したいという気持ちがいっぱいありまして、私も石巻にもう2回行きました。これでこの歌も歌い、そして次にですね、私がもう一生この歌を歌っていこうと思っている一滴の汗というこの曲もあっちでミニコンサートをしましてね、皆さん喜んでいただきましたので、最後にですね、ポキオさん、マジで幕が出やよ。本当はね、僕もね、音楽できるんですよ。でもね、ここにね、良さの関係でマイクスタートも何もないもんだから、ただここで僕がポコポーって言ってる時なんだけど、それで、本当はですね、あの自分ラジオしてるんですよ、ラジオね、FM100 までラジオをやってて、でそこでパーソナリティやってて、ので一緒にこうチャンさんとやってて、でもあんまりこう仲が良くないもんだから。ただあのこの一滴の汗はですね、とても僕も好きで、まあ、ただチャンさんよりか僕の方がうまいような気がするんだけどね。でもね、僕が歌うちょう、僕が歌うちょうたらっぱり自分が歌うちょうとか、ぜひあのお聴きください。あの実際あの東北の方に行かれて、あのチャンさんが行かれて、あの被災された方の目の前 の前で歌われた曲ですから、とてもあの温かく優しく心に締める歌ですから、ぜひあの聴かれてください。もしかしたらあの最後で僕が歌に入ってですね、何かが起こるかもしれませんけれども、その時にはあの皆さん落ち着いて対処していただければいいかと思います。じゃあチャンさんよろしいですか。はい、じゃあ、はい、敵の汗みたいな。はい。敵の汗をかいて、良きことをしよう。一滴の汗を
跡の